ステファノ・コレッティはヨーロピアン・ルマンシリーズで SMP レーシングに参戦するモナコのプロレーシングドライバー。彼の妹のアレクサンドラ・コレッティはアルペンスキーヤーである。彼はルイシロン以来モナコレースに勝利した最初のモナコドライバーでもある。モナコのラコルで生まれたコレッティはシングルシーターレースに移る前にカートで成功を収め、 2003年にはイタリアンオープンマスターズの ICA ジュニア部門で準優勝し2004年にはアンドレア・マルクッティトロフィーと欧州選手権の ICA ジュニアタイトルを獲得した2005年コレッティはフォーミュラに昇格しアイフェラントレーシングに参加してフォーミュラ BMW アダックに出場し18位でフィニッシュしたバーレーンで開催された ASL チームミュッケモータースポーツのフォーミュラ BMW ワールドファイナルにも参加し、25位でフィニッシュした。彼は2006年もこのレースに継続して参戦し、1回の勝利を含む4回の表彰台を獲得し、7位でフィニッシュした。彼はまた、フォーミュラ BMWUSA の4つのレースに参加し、チャンピオンシップの大部分を逃したにもかかわらず、 そのうちの3つを獲得してシーズンを5位で終えた。コレッティはサーキットリカルドトルモで開催されたフォーミュラ BMW ワールドファイナルに再び出場し、ミカマキトレース優勝者のクリスチャンベアトリスに次ぐ3位でフィニッシュした。2006年8月、コレッティはユーロカップフォーミュラルの2.0シリーズでデビューし、クラムコンペティションチームと 元パークアカデミーチームからドライブしたが、参加した6つのレースのいずれでもポイントを獲得することはできなかった。2007年、彼はスペインのイプシロンに加わり、ユーロカップとイタリアのフォーミュラルの2.0の両方に出場した。彼はフンガロリングとさらに2つの表彰台で優勝した後、ユーロカップで4位に終わり、イタリアのシリーズでは2勝を挙げた。 両方ともミサの10位で終了した。ホッケンハイムで開催された2008年フォーミュラ3ユーロシリーズのオープニングラウンドに出場するコレッティコレッティは2008年シーズンのフォーミュラ3ユーロシリーズに昇格し、フランスのシグネチャープラスチームに加わる。レッドブルドライバーデベロップメントスキームから脱落した後、最初の4レース後にチームを去った。コレッティは、 プレマパワーチームに加わる前に、ポーデのシリーズの次のラウンドを逃した。プレマパワーチームは、シーズンの残りの間一緒にいた。彼は4位という最高のレース結果を出し、20位で1年を終えました。彼はまた、マスターズ・オブ・フォーミュラ3とマカオグランプリの非チャンピオンシップレースにも参加したが、両方のイベントから引退した。2009年1月、プレマは、 コレッティが2009年シーズンもチームに残ることを発表した。ホッケンハイムでの今年の最初のラウンドで、コレッティはシーズンのオープニングレースに勝つ前にグリッドの最前列で予選を通過した。翌月、コレッティはで開催されたフォーミュラ3イベントのマスターズに参加したザントホールとの後ろに第3位でレースを終了する前に4位で予選、フィンランドミカマキとレースの勝者。 バルテッリ・ボッタスがつけた。ノリス・リンクでの最初のレースの後、物議を醸す事件に巻き込まれた。コレッティは、チャンピオンシップで3位に終わって3位になり、レース優勝者のジュール・ビアンキと交代した。コレッティはビアンキが彼に悪い言葉を言ったと感じ、アートグランプリのドライバー兼、チャンピオンシップリーダーを襲った。その後、コレッティは3位を奪われ、残りの会議から除外された。 オシャースレーベンラウンド後にポイントを獲得できず、チャンピオンシップで10位でフィニッシュした。2008年11月、コレッティはフォーミュラルの3.5シリーズ機械を初めてサンプリングし、元 GP にシリーズドライバーのアンリス・セックと一緒にバレンシアで RC モータースポーツのテストを行った。2009年5月15日、コレッティはフランキー・プロベンツアーノに代わって2009年、 フォーミュラルの3.5シリーズのモナコラウンドで、プレマパワーチームに参戦することが発表された。彼はもともと11位でフィニッシュしたが、マルコ・バルバが25秒のペナルティを受けた後、コレッティは10位で最終ポイントポジションに昇格した。コレッティは2010年にフルシーズンシリーズに復帰し、コムテックレーシングで、グレッグ・マンセルと一緒にドライブした。 彼はチャンピオンシップで6位に向かう途中で5回の表彰台を獲得した。コレッティはまたチャンピオンシップの最初のラウンドの後にダニエル・ジュンカデラに代わってテック1レーシング GP3 シリーズの14レースに出場。彼のチームメイトはドル・セケラ・リウ、ジャン・エリック・ベルニュー、ジム・プラ、そして戻ってきたジュンカデラであった。コレッティは9位で終え、 チームのドライバーの中では最上位につけた。シルバーストンでの 2014GP にシリーズラウンド中のコレッティデュランゴダビデバルセッキに代わってバレンシアで GP にデビューを果たした。彼はシリーズの最初のミーティングで3回のドライブスルーペナルティを受けた。レース1ではスタートをジャンプするために1つ、ピットレーン出口で白い線を越えるために1つを受け取り、 レースからリタイアした。レース2では、彼はグリッドでストールし、ピットレームではなく、グリッドからスタートしたことでペナルティを受けた。彼はこのペナルティを受ける前に、ダニクロスと衝突した。彼の3回目の GP2 レースでは、スパフラン・コルシャンで、コレッティが2周を残して激しくクラッシュし、セーフティカー条件下でレースを終了した。彼は圧縮された椎骨と、小さな傷で済んだが、 彼の車のモノコックが衝撃によって取り消されたため、翌日のスプリントレースを逃した。彼はまた、怪我のために F3 ユーロシリーズのブランズハッチラウンドを逃した。彼は、モンツァで GP2 に戻る予定でしたが、木曜日の精査中に繰り返し痛みがあったために、引き抜かれた。コレッティは2011年に GP2 に戻り、ロドルフォ・ゴンザレスと一緒にトライデントレーシングに、 出場しました。アジアシリーズでのスプリントレースで、ドライバーズランキング4位に踊り出て優勝。彼はまた、イスタンブールパークで開催された第一ラウンドのスプリントレースで優勝し、メインシリーズを強力に開始した。ハンガリーでのスプリントレースで優勝した後、彼はスパフランコルシャンでのフィーチャーレース中に激しく墜落し、同様の、しかしより軽微な怪我を負った。2年後に、 二回の脊椎圧迫骨折を追う。その結果、彼はシーズンの残りを逃した。彼の席は同胞のステファン・リチェルミが取った。2015年にそのまースウェイで練習中のコレッティ。2015インディアナポリス500でのコレッティ彼の怪我は治り、コレッティはファビオーニディと一緒にスクルデリア・コロニと共に2012年シーズンの GP2 に戻ったが、 チャンピオンシップの10ラウンドの後、1回の表彰台を獲得してチャンピオンシップでわずか14位になり、相互の同意を得てチームを去った。彼はダニエル・デジョンに代わってチャンピオンシップの最終ラウンドのためにすぐにラパックスチームに加わった。彼は残りの4レースのうち3レースでポイントを獲得し、リオハリアントの上で最終チャンピオンシップポジションの13位に浮上した。 ドライバーはレースを終了しませんでしたが、レース距離の90%以上を完了したと分類されました。完全な GP にアジアシリーズの結果、ありがとうございます。